29歳学歴なし女です。7年間銀座クラブで勤務した後結婚するつもりで辞めましたが、不倫だったことが判明。叩き割ってやろうかと思いましたが、生活のため割り切って、現在は彼の会社のフェアであっより、お給料を月60万ほどもらっています。今後フェアがうまくいけば私は、えっ、ー、と、店は私名義にすると言っていますが、毎月赤字です。どうすれば利益を出せるようになるでしょうか別れた方がいいのでしょうか将来が不安で、まず僕の勉強を始めました。 えっと、福屋が今後うまくいく可能性はだいぶ低いので、あの、うまくいかせるっていうのは考えなていといけないます。で、赤字でも月60万円もらえるんで、あの、ひたすらそこであの、その、あの、60万円をちゃんと貯金して、あの、お金貯めるようにしてください。で、 あのいずれどっかの段階で切られると思うんですけど、まあその時にそのクラブに戻るっていうのが、ちょっと年齢的に厳しくなると思うので。なので、その今の営業スキルっていうのを磨いて、じゃ、他の保険の販売とかに行けるようにしつつ、あの貯金をひたすら貯めるっていう方がいいんじゃないかなと思います。あの服売って儲けるっていうのは？5年は厳しいんじゃないかなと思うんですよね。そのアパレル業界は今相当厳しいので。まああの？ 3年前ぐらいとかってザラって VV ブイブイ忘れてたんですよね。その世界中にそのザラってお店があって、で、その、あの、パリコレとかコレクションがあった時に、そのパリコレとかで出てるおしゃれっぽい服みたいなのが、1ヶ月後にはザラの店頭に並ぶっていうサプライチェーンを作ったんですよ。 要は、いやあの、こんなにオシャレだよねって見た瞬間、それのパターンの人がパターン書いて、で、それをそのバングラディッシュとかに発注して、で、その記事屋にその記事を送り込ませて、で、全部こう、あの、切って縫製してっていうのをやって、で、それを世界中に配るっていうのを、1ヶ月以内にやるっていう超優秀な、その、あの、サプライチェーンもを作ったんですけど、今時コロナなんで、別にそんなあの、なんか安かろう悪かろうの服なんて買わんよねってことになって、めっちゃ株価下がってて売り上げも下がってて、閉店も多いんですよ。 っていうのがあるので、あの、服屋は閉店するものだと思った方がいいです。あの、ユニクロとかはそれなりにうまくいってますけどね。ただ、あの、その、ユニクロの社長に見初められたって話ではないと思うので、ユニクロの社長に見初められたって話であれば、全然違うアドバイスになりません。はい